はっはっは。所詮どんな駆逐戦車でも NBK すれば漬物石なのだ。残るはこの100突のみ。この勝負、もらったぜ。ん、なんだこの BGM は？おい。俺を押し上げてんじゃねえぞ。ふう、このドイツ様をバカにした仕返しだぜ。にょー。俺は負けねえぞ。お前らのせいで味わった苦痛を、ここで全部晴らしてやる。大体日頃俺ばっかり狙ってんじゃねえぞ。そりゃあ摂取できるべき狙うに決まってんだろ。61式なめんなよ、キントやろう。あ、逃げてく。めいめい152ミリ持ってるアメリカ系戦車くんがそこよ。あ、どもども皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。さてさて、今回乗っていく戦車はソ連、ギア6、重戦車カーベヤ GNS。 今回は記念すべきパート7ということで、ちゃんと7の数字で合わせましたよ。だからカーベヤ GNS を選んだのか。いや、たまたまなんだけど、まあそういうことでいいか。聞こえてるぞ。じゃあ性能面を見ていくよ。まず、耐久値は1000と、ちょっと少なめです。続いて走行に関してですが、車体走行は意外と抜けてしまうので、注意していきたいですね。地形を活かして戦いましょう。また、最高速度は43キロと、重戦車にしては割と速いです。あと、四方に関しては、85ミリと122ミリを選べますが、今回はもちろん122ミリでいきます。まあ精度や区画はお察しください。そして、装填時間が約16秒かかりますのでご了承を。しかしその分、ギア6で400ダメを使うことができます。やっぱ122ミリ速は最高だな。そうだね。さて、戦況ですが、敵はおそらく中央側を押していますね。おっと、シャーマンがいるな。おそらく初動ミスだね。まあこの122ミリでぶっ飛ばしてあげますよ。怖すぎ。あのシャーマンワンパンできるね。必死に逃げてるな。まあ逃がしはしませんよ。ちょうど我が122ミリの餌食になってくれる車両がいてにっこりです。絶対嫌う。ちょっとあのシャーマンくんの動き甘いですね。まあティアゴだし、しゃあないだろ。出てくるかなシャーマンくん。と思っていましたがストップしましたね。シャーマンくんの方が一枚上手だった。黙らっしゃい。我がソ連が資本主義の犬に負けてたまるか。実際負けてんじゃん。いやしかし我々にあってあいつらにはないもの。そうソビエトバイアスがあるんだよ。結局バイアスかよ。もう、マリサが始めた無駄話のせいでシャーマンくん逃げたんじゃんかよ。始めたのお前だろ。はい、ということでシャーマンくんは諦めてカーベヤ人でもいじめていきますか。お前いじめることしかできんのか。おっしゃかかってこいよら。何これ。おっしゃあいつにでかいのやったぜ。かわいそう。今日から122ミリ族に加入しましょうかね。勝手にどうぞ。何一言みてえに言ってんだよ。一言だよ。ねえ、なんでこんなに装填時間遅いの。当たり前だろ。あのねマリサくん、俺ら実況者と装填速度は試合の勝敗より関数なんだよ。数学っぽいこと言うな。じゃあね、アジーン、そこはデスベダニアだろ。カナダにあるボボボンボボン大学の研究結果から。なんだよボボボンボボン大学って。ゆっくり実況者の疲労度と装填時間は比例していることが判明したんだ。え、マジで。え誰だよお前。シャボン。ハローエブリワン。アルティメット紅茶ホージュニアだよ。アルティメット紅茶ホージュニアって何。聞いたことねえな。シャボン。チャンネル登録よろしくね。なんかこいつ宣伝し始めたぞ。なんで。ということで今回はソ連ギア6駆逐戦車 SU100 に乗ってくよ。頭大丈夫かな。これは歯医者さんに行かなくては。なんでや。っていうかなんでここにいるんだい。え、よコラボじゃなかったっけ。あ、俺は味噌汁よりボルシチ派ですよ。聞いてねえよ。アルティメット緑茶ホーペアレンツよ。全部間違ってる。人のチャンネルで宣伝することをやめなさい。母さんかな。シャボンならムズドン。はい、さっさと帰るんだ。うわあ、アルティメットなんちゃらのチャンネルを概要欄に貼っておくので、みんな見てみてね。あとはファイアフライを撃破して、終わりんを。結果は、2150ダメ、3両撃破で2バッチでった。長所は、予期火力で足回りの良さ。短所は、DPM が低く、HP が少ない。ご視聴ありがとうございました。じゃあな。バイ。